毎年10月30日は死者が地獄より目を覚まし地上を徘徊するという恐ろしいハロウィンの日じゃ。最近はそのハロウィンを楽しく彩られ平和なもんじゃったが今年は違う。なぜならば地獄を司る王の娘たる千年を眠りの時間と共に過ごした巫女姫も一緒に目を覚ましてしまったからじゃ。恐ろしいことが今宵起こる。姫様のおなりじゃ皆の者。姫、今日はようこそお越しになりました。ずっと待ってたんですよね。ここで そうでしたね、はい、私目が三日姫様お越しになってませんというふうに、皆さんに書き込ませていただきました。実はいらっしゃったんですよね。ずっと待ってましたからね。申し訳ございません。そうです、三日姫様でございます。本物でございますよ。私のうちにドラマの主役を張るクラスの方がいらっしゃいました。いやー、もう私もですね、地獄の番人としてこのようないでたちで、はい、お迎えさせていただき、ありがとう。あ、虫でも飛んでらっしゃいました。ちょっと飛んでます。申し訳ございません。全然気にしないで。私、今日一丁羅で、まあ、ちなみに舌はこういう感じなんですけど。舐めてんのかって話です。舌はこういう。舐めてます。いいよ、舐めてませんって。ミカ様のために今日は盛り上げようと思ってこのようないでたちでお待ちしておりました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、でもね、はい、本当に何すればいいんですか私。ですよね、はい、ロクスポ説明してね。 YouTube は結構やられてるんですか。いや初めてです。初めて。いや何ってだって急に LINE が来て一緒にやりませんか、はい、あいいねやりましょうだけじゃないですか。あそうです。普段そういう形でお仕事はされてないし。ないでしょ。しないですよ。僕なんか全部そうなんですけど。あそうなんですね、はい、いや仕事だと思って今日はあんまり来てないんですよ。だからちょっと遊びに来た感じでいいのかなと思って。そうですね、はい、でもその割には髪の毛巻いたりして結構髪の毛はいつも巻くんです。実は逆にスタジオに来る時に巻いてねえのはどうしてですか。髪になってから合ってないんですよ。最近その髪型なんですね。そうです。僕もそこの中に巻き込まれて、うん、でもうなんかこうなんていうんですか。出すって、出すってって言っちゃった。もうなんですか、うん、もうなんかこう雑木林のハエみたいになりたいですよ。意味わかんない。もう意味褒めてんのか褒めてないのか毎回本当意味わかんないからね。いや僕の独特な愛情表現じゃないですか美香様。そうなんです。なんでそれ。あ、もう取れちゃった。握ってらっしゃいますね。これイライラしたら今日もうこれで。ちょっとイライラしないでください。イライラしないでください。今日はですね、ミカ様に叱られることがたんまり来てますんで。本当ですか。はい、冷たく叱ってやるとですね、皆さん大喜びしますから、はいはい、うん、ちなみに今日はですね、スパチャは一切、自主的にお断りしております。スパチャの類は一切お受けしておりません。私の自分の判断でございます。ミカ様側にもちゃんと、先にお伝えはしていないですけれども、今日はスパチャの類はご遠慮しております。スパチャっていうのがあるんですよ。はい、はい、だからその辺は任せます。知ってんですか。いやいや知らないです、ね、知らないです、はい、スパチャはなしです。はいはい、はい、だそうです。それではですね、不機嫌クイーンって書かれてますよ、さすが。全然不機嫌じゃないからね。いやなんでそう思われるんだろうね。うん、わかりません。そのいいっぷりがそうなんじゃない。あ、そうなのね。そうなんです。すっごい楽しみにしてきたんだけどね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。僕なんかもう本当楽しみで楽しみですよ。もう昨日大喜びで、はい、今日はこれ全部、
アマゾンとそれからあとドンキで揃えてきました。はい、はい、私もアマゾンでこれわざわざこれ何ですか、僕のことを握るためにそれも。そう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 、本当にイララ鈴木にさ、はいはい、あの叩いちゃいそうじゃないですか。はい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 、はい、だからちょっとこうやって握れたらいいかなと。おお、いやうまいですね、なかなか握り方が、うん、たまにね、うっ、うっていうのはありますんで。な？いや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 見てなかった。ええええ、はい、やめて、ミカさん。ですって。やめてください。うん、こういうのもありますんで、一つ皆さんと一緒にいろいろ盛り上がっていこうかなと。ツイッターできないからお叱りいただけない、すぐにツイッター、今すぐツイッターのアカウントを作ってミカ様に怒られてください。ああ、そういうこと。そうです、今日はねミカ様に怒られることをね皆さんが考えて、うん、そんなに怒んない時はどうすればいいんだろう。いや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 、もうそれはそれで、あ、ミカ様こういうことは怒らないのねと。ああ、いいんですかね。それで済みますけれども。はい、わかりました。だって200ぐらい書いてありますもん。何がですか。え、もうだってあの怒られたいことが。あ、本当に。もう怒られ倒しです。怒り疲れちゃうぐらいですよ。そうだね、そうですね。早く行けたらいいですね、じゃあ今日。行きましょうか。はい、はい、右手にコーラという方が、ミカ様、はい、夜中のに牛丼チェーン店でご飯特盛りの定食を食べたにもかかわらず、うん、その後ラーメン屋に行ってはしごしてこってりラーメンを食べてしまうような男です。叱ってください。うん、うん、はい、いいんじゃないでしょうか。健康的には問題ないですか。どうですかね、私に関係ないんで。うわ、冷たい、一番冷たい、私に関係ないんで。それが幸せなら仕方ないよね。あ、さすが達観してらっしゃいます。え、うん、僕のイメージでは好きですか、私ラーメン。ラーメン好きですか、はい、うん、僕のイメージでは中島美香という方はですね、うん、やっぱりあの不幸せなことを材料に演技や歌に、なんか推進力を与えてるような気がするんですけど。なんつった今。いやいや、なんでもないです、なんでもないです。聞こえなかったの本当に。なんでもないですから。聞いてなかっただけです。次です、ポンポンです。今日は楽しみですよ。あ、そういうことですね。腹切りありがとう。僕の誕生日にアップルウォッチをプレゼントしてくれたんですけど、ちょっと型が古かったので。ごめん、もう一回言って。僕の誕生日に娘がアップルウォッチをくれたんですけど、はい、ちょっと、型が古かったんで、はい、新しいやつがいいなと思って、うん、古いやつを売り出して買い取ってもらっちゃったら、はい、3万円になったんで、はい、そのお金でキャバクラ行っちゃったんで叱ってください。ほら、ダメ人間来ました。これはダメだわ。ミカ様好みの。これはあかん。あかんですよね。これは良くないよ。人の気持ちというのをやっぱり。気持ち売ったからね。気持ち売りました、ね。3万円でね。3万円で安いんですよ。しかも娘でしょ。そうです。娘の気持ち3万で売ったんでしょ。そう。それはいいことはないよ、もうこれから先。じゃあいくらだったらよかったですか。ダメだよ。あ、そういうことじゃないです。そういうこと。ミカ様は許しませんよ。うん。ってないじゃないですか。それここまで一緒にやってきて、仲間でしょ。仲間ですよ、ね、仲間でしょ。いいです。鼻鳴りました今。鳴ってないです。ちょっと鼻鳴った気がしたんですけど。全然そんなことない。鼻綺麗ね、なんかそういうところも。全然そんなことないです。早くやってもらって。すいません、すいません。次ですね。うん、春スプリング300枚くらいの CD がありますが、はい、数えてみたら姫野は1枚しかありません、うん、しかも雪の花のシングルだけです。申し訳ございません、うん、叱ってください。うん、叱る必要ない。叱る必要ないですか。うん、買ってくれたんですよ1枚。ええ、ありがとうです。あら、1枚からでもやはりその愛や感謝は気持ちは変わらない、うん、はい、私ですね今回こういったところで最初ハロウィン仕様じゃなくてミカ様のポスターをいっぱい貼ろうと思ったんです、うん、で今買おうとするとアマゾンで5万円くらいするんで全部アマゾンで何でも買おうとしなくてよ。だったらさ別にいるんだからさスタッフ、はいはい、まあ、スタッフにも見せたくなかったし、いや、あの正規品ではなくてあのなんかもう自分でコレクションされてる方のコピーすればよかったですか。あ、ダメなのか。いや、そうですね。コピーじゃダメだよね。白黒、ね、コンビで A4 かなんかでここいっぱい並べる。すっごい安くなりますけど。うん、いいですよ。もういいんですか。はい、あら、中島さんという方は本当に心が広くって、今日マネジメントとレコード会社も来てるんですよね。なんかね、あの、はい、来てくださいとは正直言ってません。はあ、そうですか。心配できちゃったんですかね。うん、楽しみで来たらしいです。ちょっとおかしいんですよ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これ今血のり舐めたんですけど甘いこれ。でしょ。うん、うん、知ってる。そうなの。
血塗りとかつけることあるんですか、仕事で。意外とありましたね。血まみれメイクは何回ぐらいやられたんですか。覚えてないですよ、もう。あの、そんなに。ここまでのは1回だけど、はい、1回あるんですか。それ以上のやつがあったけど、はい、血はね、多分あの殴ったり殴られたりの、まあ、喧嘩のシーンとかあるじゃないですか。あるじゃないですか。ありますね。そういう時は、うん、だいたい口から出ますよね。それはやっぱりあの地元の時のこと。もういい。恐れ入ります。地獄の姫を送らすと、皆さんこの配信を見てる者ども全てがのたれ死ぬことになる。なんで。いいか、いいか、恐ろしいことが起きる。どんな恐ろしいこと。冷蔵庫が壊れて中の食品が全部腐る。腐るぞ。一番困る。困る。すごい。冷凍庫がいっぱい時に限って友達が冷凍品を送ってくるぞ。うん、すごい困る。困るぞ。困るやつ。旅先で歯が痛くなる。保険証持ってないんだぞ。困る。困るぞ。これぐらい言ってくる。大丈夫です。大丈夫です。はい、ちょっと待ちください。血のりが甘いところですっかり気が変わってしまいました。そうです、ね。甘いものを食べると興奮してしまいます。マギュータンです。健康診断の問診で私より全然太っている、先生に肥満気味だね、食生活気をつけろと言われたのでカチンと来てしまい、まずはご自分からではないですかと言い返してしまったんですが、そんな大人げない僕を叱ってください、姫様。いや強いね。強い。姫様どうでしょう、これは。強いっすね。強いですか。すごいですね、はあ、うん、あのお医者さんに行かれた時に先生がレントゲンかなんか見て、はい、うん、うん、ってなったらビビったりしますか。いや、あんまり行かないからね。あんまり行かない。丈夫でございます。丈夫なんですね。丈夫です。あの、はい、あんまりお食べになってないようにも見えますが、こう見えて結構食べるんです。うん、食べます。噂によると結構食べられます。食べますって本当に、うん、本当に食べるんですか。食べる時半端ないです。だからね、一番最初の人、最初だったっけ、はい、の人のやつは別にびっくりしないんですよ。ほう、はしご的なやつ。ああ、ラーメンとか、うんうん、ラーメンはしごなんかもあるんですか。ラーメンはしごはないけどね、うん、でもラーメン屋さん行くと、うん、ラーメンだけでは済まないですから、私も。お、本気出すとラーメンだけじゃ済まねえぞお前ら、というふうに おっしゃっております。ラーメンだけで済ましてるやつら半チャーぐらい行きますか。半分じゃ済めないでしょ。全ラーですか。ラーいや、ラーメン。なんで全裸なのその時。全裸で食べるわけないでしょ。失礼いたしました。申し訳ございません。全チャーですか。まあ、チャーハンだったりチャーハンじゃなかったりしますけど。セットじゃなくて2個頼むんですよ、す高島美香が。はい、すごいじゃないですか。そういうシーンがあったらぜひとも SNS に上げていただいて、で炎上と、それからあと軽くそれを転機に YouTuber に転向するという、こういう目論見もね、立てていただいて。あ、そうだったんですね、今日。はい、あ、はい、そういう目論見だったんですか。いや、僕としてはあのこういったキャラをやっぱり封印しとくのはもったいないので、はい、ほらフリートークの機会ってあんまりないじゃないですか。音楽番組でて音楽の話したり、うんうん、役者やったりとか、たまにね。そうです、うん、こういったあのキャラクターを表に出される時ってあんまりないじゃないですか。はい、あの別にキャラ持って生きてるつもりはないんですよ。本当に。そうですよね。はい、普通に、普通ですけどね。そうですよね。はい、でも、もったいない。本当ですか。まあ、三日姫様は本当にいろいろな可能性があります。うん、クマちゃんちゃんこ、いつでもどこでも危険なながらスマホとか、常時イヤホンしてる人っていうのがたくさんいるんですけど、ああいう人どう思いますか。うん、だから、うんと、街歩いてて、うん、スマホを見ながら自転車に乗ってきて、こうぶつかられそうになったこととかないですか。あんまないですね。ないです。ないんです。三日姫様ありません。次です。はい、マッキーです。いつもはキャーキャーうるさいのに、ご本人を目の前にすると硬直して会話にならないんですよね、僕。なるほど。まあタレントさんと会って緊張する普通の人は多いじゃないですか。はい、ミカ様のファンの方はどうですか。あ、いや、すんごい気さくです。はあ、そうですか。話しかけてくれますよ。そうですか。仲いいですから。あ、そうですか。うん、ミカちゃんとか言われるんですか。うん、僕らだけですか、姫とか。そうですよ。王女とか何の勘違いしてんのかなと思いますもん。あれあれ、あの今日の設定ですと、はい、地獄から一緒に起きてしまった、あの100年の眠りから覚めた、死の女王なんですけど、ね、ね、はい、死の姫なんですけど、それは、うん、全然違いますよね。はい、でも、もう勝手にどうぞ。何でもいいですよ、もう。もう、まあ、投げやりでございます。
からゾンビです。すでに持ってるのに予備の予備の予備までグッズや CD を買っちゃうんですね。まあすごくアイドル系の人たちとかってそういうお客さん多いですよね。いっぱい。ああ、予備まで買っちゃう。そうですそうです。 K-POP とかもそうですし、持ち歩きたいのかな。そう、いや、なんか鑑賞用、保存用、聞く用とか、うん、今でも最近でもあるじゃないですか。だからパッケージいっぱい作るじゃないですか、みんな。そうね。そうね、そうねっておっしゃいますけど、確かに作ってますね。ソニーさん聞きます？今聞いてみる。パッケージ今度の何種類あります？聞こえてないね、うん、パッケージ今度ミカ姫様の CD ってパッケージ何種類あります？2種類でございます。2種類あるみたいですね。2種類だと大丈夫ですね、うん、全然そういうなんか便乗な感じはしません。10種類とか言うとおいてめえになりますけど。そんな作ったことないよ。ないですか？ないないないよね。ね、やってる人だと10ありますよね。あります、あります。レコード会社の人がいて やってる人は10やってますとおっしゃっております。大喜びです。姫様が大喜びでございます。地獄の門が開いたよ今。地獄の門が開いて三日姫の手下がぐわーやってきたよ今。あんたのうちの枕元に立つよ今日。今晩あんたの枕元に立つよ。いやいや、もうたくさんちっちゃいのがたくさん来ますから、はい、鈴弘です。集めたい性分の親子で仮面ライダーの変身ベルトが好きすぎて、で食器棚の半分以上が仮面ライダーのベルトで埋まってます。食事とベルトの両立ができないんですがどうしたらいいでしょう。ハッピーハロウィーン。困ってないでしょ多分。じゃあ、そう、さすがですね、見るところ。なんか怒られたいっていう風に言ってるだけで楽しそうですもんね。じゃあいいんじゃないか。あ、さすがです。もうやっぱり楽しそうだから。そう、取るに足らないものは切って捨てながら前に進むというこの生き方です ね。どんどん私のキャラを怖くしますね。いや、そんなことないです、そんなことないです。そのなんかこう潔癖さと、それからと思い切りの良さも魅力だと思ってますんで。本当ですか？そう、あとね、その冷たいね笑顔で見られるとゾクゾクします。笑ってても冷たいの？そうですね。温度感だって割と低いですもん。だってあ、そう、夏汗ダラダラとかないでしょ。汗はかかないよ。ですよね。あまり、そうですよね。顔がメイク落ちそうにないですもんね。まあ落ちるほど変えたことはそういえばないですね。そうですよ。なんでしょうね、この雪の花だな、あんた。雪の花歌ってますからね。歌ってますね。冬は苦手ですけど。冬は苦手な雪の花でございます。冬は苦手と言いながら雪の花とか歌っちゃうんだぞこれ。次です。ウッチーです。姫に怒られるのはダチョウクラブの肥後さんと中村のドリカムの中村さんと間違うことなんですが、どうしましょう。どうしよう、どうしましょう。まあ同じですから。そう、私ちょっと私も今何とも言えないです。そうですね、そうですね、一応先輩ですもんね。そうですね、そう、何とも言えないでございます。はい、それからあと明日納豆菜食べれば十分と思ってるんだ、なおこ。毎日納豆菜食べてれば十分だと思ってるんだ。納豆好きそうですよね。私は大好きなんですよ。あのね、いかにもネバネバしたもんたくさん食べて。どういうこと、どうして。いやいやいや、何から来るの。分かんないですけど、箸がネバーっとしてるのが好き、お好きかなと思って。なんで。いやいや、なんかほら、スタイルが良くて痩せてる人はみんなネバネバしてるの食べてる。そうなの。そうですよ。でもまあネバネバしたの好きですよ。オクラとか大好きです、あとは何ですか、納豆だけ、メカブとか。そうですね、好きですよ。みんな好きじゃないですか。全部混ぜて食べますよ。全部混ぜて。めんどくさいからほら。あ、めんどくさいから、一人の朝ごはんってどんなもん飯がいい。ものすごいあれです、シンプル極まりないですね。シンプルですか、うん、パンをなんか裸でこうやって食べると。あ、パンみたいなおしゃれな感じではない。パンおしゃれ。あれ、食パンおしゃれ。食パンおしゃれです、じゃあどんなものが。おにぎりと、良い時は納豆、はい、で、あとは味噌汁か野菜スープだけです。さすがにその体型を維持するのにそこが秘密ですね。好きだから。好きだから。はい、これね、別に何かをしようと思ってそうなったんじゃなくて、ずっと好きでそういうことをものを食べてるだけなんです。はあ。バーガー系の
あのファストフードのバーガー系のやつは包み方はお得意だそうですけど、うん、あ得意です、ええ、あ今もうできるかな今はあんまお食べにならないあでも好きですよ食べようと思えば例えば食べる朝からは食べない朝からはちょっと食べない夜中食べちゃったりする時もありますけどね僕あの話大好きですからもう一回していいですかどうぞ、ええ、なんか言いましたっけあの見た目がいいから、うん、あの接客のポジション見た目がいいから、うん、君は接客のポジションでうん、ね、なったらあのずっとブスッとしてたらブスッとしたら裏の方に回されたっていうそうですね、うん、あの見た目とかじゃなくその時はね、はい、あの多分レジを募集してたんでしょうねはいはい立ってたんですよちゃんとしかもブスッとしてるわけじゃない真顔真顔ブスッとしてないのあそうブスッとなんか一個ありません、うん、あでちゃんと、うん、ちゃん、うん真顔ですよね、注文取って、うんそこで余計なこと言うからいけないんですよ誰がですかお客さんがお客さんが何て言うんですかスマイル一つって言うスマイルくださいってこの、うん、この方に言ったらそれは冷たくあしらわれますよその時はスマイルを一つって言って、はい、あの打ってあげたんですよレシートに黙ってはいはいそれでね、うん、苦情来たみたいなしかも1回じゃないからね本当すいませんでしたその時はね本当にそういうなんかこうねお世辞の部分とかそういうの一切ないですもんねのりしろがねん、うん、いやだからなんか相手に気を使うとか忖度とかそうだって忙しいのにすっごい並んでる時に言わないでほしいの、うん、しかもそうですよねしかもそこでじゃんけんとかし始めちゃってじゃんけん誰が言う誰が言うみたいなバカにしてだから綺麗だからでしょ違ういやいやいやきっと噂になってたんですよ違う違う、まあ、他の人も言われてたし、うん、多分笑わないのが私だけだったからみんな怖くない怖くないもう何なのこの番組本当に早く終わってもうちょっとお付き合いください早くして姫様もうちょっと温度下げてちょっと温度下げて今温度を下げさせていただきますのでちょっと待ちください昨日までね暖房しか使わなかったんですよあそっか、今日リモコン何とか手に入れまして、はい、リモコンなくしちゃったもんでな何でもなくしちゃうんです、うんうん、どうしたらいいでしょう僕何でもなくすんですけど、うん、さっきまで持ってたもんあじゃあさあそこにある車なくしても大丈夫ですね結構わかんないですね結構わかんないです自転車とかはどっかに置いてきちゃったのだって行って、うん、あ車、うん、お車好きなんですか車好きですよ、あでも好きっつっても別に詳しいわけじゃないんですけど、うん、存じ上げませんでしたペッタンコの音がうるさいやつとかお好きなんですか前ペッタンコの音うるさいやつ乗ってましたよほほほあ違うでもあのああいうマークじゃないですマークあの、うん、分かりやすいマークではないと思う分かりやすいマークじゃない複雑なマーク複雑なマークの運転が好きな人のマークです運転が好きなやつのマークですよはいいいですか、うん、温度下がりましたか下がりましたはい冷たいちょっと風そっちにいやいいですいいですそんなあの僕はあのちょっと都合によりですね上半身は暑いんですけど下半身が寒いそうでしょうねまあでしょうねあの出方からしたら私より出てますからね足ね裸足ですからはい、はい、次ですね、うん、リリーです、某有名店で美香様がチケットを差し出したにもかかわらず忙しいから行けないと言ったおばちゃん姫様怒ってくださいなんどういうことそれからあと野球道酒飲めないのにキャバクラ行って高級シャンパン開けちゃう自分を怒ってください誰に飲ますのお金だけ使う人それはもうありがたい客でしかないありがたい客でしかない、うん、ね一応あの接客業も少しかじったこともあるそうです、はいねはい、ありがとうございますあとはね補読ボマンです、マンションの施工会社についてあまり考えずにマンションを買ってしまい手付金190万を払ったのにその次の日に会社が潰れましたお金は返ってきませんでした、うん、そんなことがね、怒るっていうか怒るとこじゃないねもうそれ、うんうん、泣いても泣ききれないですよねそうですね、お金に関しては使い道は結構自分ではシビアですか、うん、いやどんぶりですねどんぶりでしょうねそういう感じしますもんねあんまりそういうの気にしない感じ、ね、気にしないというか貯金とお持ちですかなんでそんなこと聞くんですかいやいや中島美嘉に貯金ありますかって聞いてるの誰も見たことないからそれは新しいかなと思う貯金なかったらやばくないですかこの年でそうですけど、うん、あのみんなやっぱり貯め込むタイプと使うタイプって言いますけど貯め込むと貯め込む、うん、
美香様は別にそんな溜め込んでる感じはしませんけど、うん、溜め込む感じじゃないかもしれないです、ね、うん、でもアマゾンでこういう無駄遣いしてるじゃないですか。はい、これいくらぐらいした？アマゾン大好きです。いくらだったかな、うん、2000円ぐらいした気がする。そんなするんですか？これ違う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 、2つついてたから。あれ2つも持ってるんですか？これ1000円だったかな。じゃこれ2つセットでしか売ってなかったんですよ、うん、はあ、美香様、美香様、はい、ドンキでこのセット買ったじゃないですか、はい、1万円越してますから、ね、マジで買いすぎだよ。あとこの膜あるじゃないですか、はい、美香様仕様のこの膜、うん、中途半端な中途半端もう何なんだだって。あとこっちはほらタロットカードの気持ち悪い、うん、もういろいろ混ざりすぎて意味が分かんないもん。ええー、こういうの全部だから美香様仕様で、あの、はい、今回2万5000円もかけて準備させていただきました、うん、ありがとうございます。今度その分おごってください。話がおかしい。話がおかしいのはさておき、次に行きますと、花火です。会社で不機嫌そうなジムの女の子に、そんな風に機嫌悪くしてると、美香姫様になっちゃうぞって言いました。あら、美香姫様は機嫌悪そうじゃないじゃないですかね。ね、本当失礼しちゃう。そうですよね。うん、美香姫様絶対言ってねえだろ。言ってねえだろ。絶対言えてないでしょそんなこと。言ってねえだろっていうところが言っちゃったらいけない。そ、普段から言葉遣いは割とあの、はい、気合入るとねえだろ調になるんですか？ならないです。ならないんですか？ならないはずです。全然ならないですよね。なりません。ですね、それではマット22、たまにですけどこの世から消えていなくなりゃいいのにと思うやつが3人ぐらいいます。3人いるんですか？たまにですけど。ムカつくやつ、ムカつくやつ、あの美香様いないんですか？ムカつく人、はい、もう相手にしなきゃいいよ。あら、ムカつくなら、ムカつくなら、うん、消しちゃえよ頭から。美香様の場合消しちゃうと本当に存在も消えちゃうんじゃないですか？そういう力ぐらい持ってますよね。持ってんのかな。持ってそうですよ。いや本当にすっきり消しますよ私は。そうですか、うん、じゃあ全然次の日残んないタイプですか？あ、数日残ったとしても、でもリアルだわこの話。面白い。カーブ曲がってる途中に、あ、まっすぐ行こうってなんか道違う。もうやめといた方がいいよ。すごいです、ね、そういう能力っていうのは芸能界デビューしてから身についたんですか？待って待って、何の能力ですか？いや話を途中でぶった切ってまで自分が言っちゃいけない方向をストップかけるという。もう知らないんでやってるのかもしれないですね。あのなんかこう全然分かんなかったです。なんかプレーリードッグがあのふって周り見てるみたいな。あ、その感じ、そんな可愛い感じ、うん、こういう感じですけど。やったやったすごい能力持ってますねこの方は。ではシップ氏です。うっかり左右で異なる靴を履いて出勤してしまった私です。電車の中で気がついたんですけど、美香様だったらどうしますか？右と左と色が違う靴。色が違ったの？はい、色まで。はい、でもそれはそのまま行くしかないですよ。私でも靴下よくありますけどね。すっごい忙しい時、忙しい時に靴下全然違うの履いてるんですか？穴開いてた時もあったしね。おお、うん、中島美香ともあろうかとか靴下に穴開いてるんですか？開いてましたね。へ、うん、意外に生活感あるんですね。ありますよ。お部屋綺麗ですか？綺麗じゃないです即答、まあ、全然ダメですね。あ、そうですか、うん、あのちなみにルンバのような自動でこう動いてくれるようなやつが動けるスペースはありますか？そのスペースはあるんですけど、はい、ルンバ自体を使わないです。なんで自分の方がいいですか？だって悪口になっちゃうから。次ですね今日は美香様に叱られたい方がたくさんいらっしゃるんで、ピカボーボーです。美香様の彼女ちゃんと書ける自信がないんです。あ、こういうやつがいますよ。本当ですね、うん、僕も難しくて書けないですこれだって落ちた、うん、落ちた、あ、落ちた。これ一番最初にあの名前決まった時に、はい、私この感じ練習しなきゃって思いませんでした？うん、あの正直誰も怒れないですよ。私もだって書けなかったからそうですよね。あの中島みまで漢字で、うん、かひらがなで自分で書いてたぐらいなんでこれは難しい。これ難しいですね。難しいです。それ克服したのデビューからどれぐらいですか？あのもうちょっと前です、ちゃんと、うん、デビューより前には書けるようになったんですか？書けます。
ったね。一応自分の名前だったんで書けるようにはなりました。そうです。サインとかやばいですもんね、それ。サイン手間かかるやつですか？そこそんなにかかんないです。サインってデビュー前から一緒ですか？え、変えてます。変えちゃってんですか？それはなんかいっぱい書くのにめんどくせえから、こことこことこことか。いや違う違う、いや何度か変えてますよ。何度も？何度か変えてます。あ、そうですか。楽屋に行くとこんなに色紙が溜まってて、で、サインペンが置いてあって、ざけんなよみたいなことってないですか？ざけんなよはないですね。はい、すっごい急いでる時あるんですけど、はい、ライブとかで出る時に、書く暇ないよねって思う時はありますけどね。これどうすんの、これ物理的にどうするっていつも話をしますけど、ね、ですよね。これぐらい書いて送る、どうすんのっていう。これぐらいだとだって手に書いたら、そのぐらいだったらまだ大丈夫ですよ。え、どれぐらいあるんですか、書く時は。大丈夫です。これぐらいなんか、うん、いや、ええ、いや前でもすごい色紙がこれぐらい持って帰ったもん。持って帰ったんですか？その場で書ききんないから。で後で渡しますみたいな。そうです。1枚書くのにだったら1分とか書きますよね。なんかちょっとコメント書いたらね、うん、1分、まあ、かかるかかかんないかですけど、その時にね写真何百枚とかだったんですよ。おお、これはすまないなと思って、おお、家で書いてました。ああ、結構スターとして、これスターだけどめんどくせえんだよなみたいなことって他にどんなことありますか？あんなのはいっぱいあったと思いますよ。うん、スターってスターだったのかな。さあ、主演映画やってるぐらいだからスターじゃないですか。面倒くさい、なんか行きやすかったことなんか一回もない気がするんで、別に行きやすい、行きやすいことがないからあんまり分かんないですね。あ、楽に生きてるつもりじゃないですもんね。そうですね。ミサのミカ様のこういうところが素敵なんですよ。なんですか？いや、一番楽そうに見えます。力入ってなさそうで、ですよね、力は入ってないんですけれども、必死なんです。すごくね、そこがすごいなのに俺のラジオに来るのに馬のお面かぶってきたりとか、そう、ね、無駄なところに注力してるとこも、そうね、全力を注ぐ場所が違うんですね、多分人と。そうなんです。あの時僕聞いたんですよ、スタッフの人に。他のところでもこんなことしてるのって言ったら、いや、ここだけです、他でやってくれよって頼むから他でやってくれよっていうやりづらいわと。しかも見えないのにね。そう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 、ラジオ全く見えないんですよ、はい、そうなんです。今後もどぎまきしますよ。まあそれもこれもあって最終的にリベンジとして今日来ていただいてるんですけどね。これリベンジなの？そうですそうですね。何私がリベンジするために来たの？いや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 、あなたがリベンジするだってこの手じゃないですか。そうですね、やっぱなんか持ってこようとするね。そうですね、今日これぐらいでだから本気だって聞いたからもっとやばいの来ると思ったんですけど、いや、ちゃんと言ってくれればしてきましたけど ね。でも多分そんな買わなかったかもしれないハロウィンメイクって言われても。いやいやいや、だから今日はもしミカ様がね、姫がやりたいって言ったらやってもらえるようにはしてあったんですよ。あ、メイク？うん。字ぐらいじゃね。うん、だからここのところに目を描くぐらい。ここに傷がパックリあって、でここに目が入ってる。それどんぐらいかかるの時間？1時間半ぐらい。待っててくれる？やってくるからじゃ。あ、いやいやいや、ここで僕1時間半引っ張ってるんですか？そうです。やめましょうよ。次ですね。だいぶ涼しいんだけど、秋の秋穂、家でも外でもまだ半袖着てるんですよね。こう姫様はね、はい、寒がりですからそんなに薄着はしないでしょうけど。いや、そうでもない。私は厚着すっごい、これだから矛盾してるよ。厚着がすごい苦手なんです。下手なの。あれ、薄着は寒いのに厚着が嫌なの？嫌だよ。あれ、動きづらいじゃないですか。動きづらいですよねいつでも戦える体勢でいないといけないのに。そうですよね。すごい、そう、動きづらいのがすっごい苦手で。ああ、だからあんまり。するとどんな格好ですか？薄着は嫌だし厚着は嫌だしって。なんかね、うん、すごい動きやすいダウンみたい、ダウンって言ってもダウンみたいな中 T シャツとかですよ。ダウンの中 T シャツ、あ、毛皮の下 T シャツみたいなイメージ。あ、そうでもそうです、うん、毛皮似合うと思いますけどね。ありがとうございますなんかね、ゴージャス系でこう髪の毛ぐるぐるでね。今日すごいぐるぐる言うね、うん、いやいや好きなんですよ。この中僕もうちっちゃくなってこの中巻き込まれたいですもん。もうずっと、ね、言ってますね言ってけ、うん、
寝る時ってどんな格好してるかとか聞いちゃってもいいですか。なんで言わなきゃいけないの。いやアイドルの時昔聞かれなかっただろうなと思って、そんな度胸あるやついなかったから今からもう一回聞いちゃおうかなと思って、大人になってから。普通にパジャマですよパジャマはハートですか。なんで、ま、柄ですよ。なんなのこの人本当に。なんでな、僕聞きたいですもん。だって絶対聞きたいわけじゃないじゃん。いやいや、すごい聞きたいですよ。本当ですか。うん、もう聞きたくて聞きたくて、もう本当に。パジャマね、実は大好きですごい持ってるんですよ、うん、パジャマが好きなんですか。そうね、なんか家変なところに散財してますよね、やっぱり。散財ではね、うん、結構高いやつ買うんでしょ。うん、ユニクロとか。ユニクロは別にあれですけど、うん、好きなところ、好きなものだったら。うん、アマゾンで。アマゾンでは買わない。アマゾンで買わないですか。何でもアマゾンではないんですね。ではない、ね、へ、で、例えばどんなやつですか。例えば普通ですよ、うん、普通縦縞、横縞、うん、あ、縦縞持ってます、うん、もう持ってますけど、うん、次じゃあパジャマパーティーやります。嫌です嫌なんですか。嫌だよ。嫌なんで、即答だよ、うん、なあ、即答だよ。嫌ですっていう、うん、次ですね、グリフォン7400、グルーブラインっていう番組、これは後でね、これはね、なんかこういうの好き、なんか言った今。いいえ、いいえ、言ってない。オイスターギャングです。サーフィン中我慢できずに波待ちするふりして海の中にこっそりシーシーしてしまいました。あ、海にあの自分の、栄養分を放出されたと。はい、いうところで、はい、それ意外といると思いますよ。そうですよね、うん、全然普通ですよね。そうだね、はい、言っただけ偉い、はいはい、僕はやったことあります。姫には聞かないですけど、うん、そうですね、はい、からですね、スーミンパパ、先日サングラス買おうと思ってショッピングモールに行ったら結局買ったのは一目惚れしたスニーカーでして、おう、サングラスを買いに行ったのにスニーカーを買ってしまった。まあそんなことよくありますよね。そうですね、うん、そういうことで買い物に行った時に、うん、あのどのぐらいなんか物をいっぱい買ったりされる。時によります、うん、時によります。なんか僕のイメージだと、うん、あのやっぱり姫様お付きの人を後ろにね、うん、あの従えて、うん、それで、こうショッピングモールで紙袋をもう持ちきれないぐらいこうやって後ろの人が持ってるみたいな。あ、本当そんなイメージあります、うん、イメージ、そういうの似合うなって感じが。本当私ショッピング誰かと一緒に行くの嫌いです。おできれば一人で行きたいです。あ、そうなんですね。決められたくないし。ああ、そう。気使いたくないんですよ。ああ、待たせるとか。ああ、外でスタッフが受けちゃってますもんだって。外で聞いててだって一番知ってるもんだって、うん、本当にどこでも一人で行くの。はあ、うん、バレないですか。バレない、バレない、バレないです。それがサングラスとか帽子かぶるとか。あの今の時代だから、うん、マスクはしてますけどね。あ、マスクで結構。でも目このままですけどね。なるほど、バレないですかそれで。バレないですよ。バレても言ってくれないのかどっちかですね。あ、でも声聞いたのね。あ、声はかなり。あ、本当、うん、分かります。特徴ありますよ。本当、うん、不思議なんですけど、はい、歌を歌うと声大きいですよね。待って歌を歌うとさすがプロだから声が大きいですね。さあ、私さ声そんなにちっちゃい、喋、うん、るとき、うん、ちっちゃいです。本当みんな言うのよ、うん、ちっちゃいんだ、うん、大変でしょ。じゃあ今いや、やっぱりさっきそれ言っちゃう、マイクの位置変えろって言われちゃって声ちっちゃい、これよく言われるのよ。でしょ、ちっちゃくしてるつもりないんですけどね、持った方がいいじゃん、もうこう。それでもこの辺押して、いや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 、そんなちっちゃい、結構ちっちゃめだよ、うん、あ、ほんと、ウィスパーっていうか。あ、そうなんだ。あ、大丈夫ですか、助かります。不思議ですよ、ね、あ、じゃあみんな聞こえてなかったんですか今の声。いや、そんなことはないですよ。あ、ほんと、あそんなことはないですけど、うんうん、どうなんですかね、これなんで歌を歌うとああいう声が出るんですかね、うん、出てます。出てますよ。ほんと、うんうん、でバラードをゆっくり歌うとって、はい、あの音程とか一歩間違うとずっと間違っちゃうじゃないですか。はい、シャープで入るとシャープだしフラットで入るともっとやばいしみたいな。伸ばすときね。そう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 、うん、大変。大変ですか。めちゃくちゃ怖いです。あれ人前っていうかそのテレビの一発撮りとか。あ、うん、怖いですけど。ファーストテイクってやったことあるんですか。はい、緊張しました。うん、もちろん、うん、ファーストテイクは本当に一発なんですか。本当に一発ですよ、うん、練習させてくんないんですか。
練習はするよ、してもいいんですよ。現場で？現場でも あれだけです。あの音のモニターのテスト、うん、レコーディングで本当にやる、うん、どのぐらいの音で歌うかだけですね。あ、そうするとそこであとはじゃあお願いしますで。そう、本当みんな出てって、うん、あのもういけない、どうしたどうした、うん、LINE 来たんじゃない、LINE 来た、うん、音消すでしょ普通。いや、これ配信見てて中島さんにあのかいろいろと質問がある人、僕の知り合いだったら受けますから、あ、LINE、はい、連絡ください、連絡電話でも、はい、いやだから、はい、そういういきなり歌うっていうふうに言われた時に、うん、やっぱり気合入るっていうか、そこでなんか気持ち強くないと負けちゃうじゃないですか。負けますよ、負けっぱなしでしたよ。あ、そうなんですか、うん、負けちゃってんですか。負けた時あった、ありますよ時期的に。うん、でもでもそのファーストテイクは楽しかったです。うん、いや、すごい緊張したんですけど、あの時期一発撮りの、自分の CD も一発撮り、いわゆるこう一斉ので撮るやつを作ってたのよ、企画で。うん、でその合間にファーストテイクが入ってくれて、なるほど、でじゃ体が慣れてる、もう毎日ファーストテイクみたいなことをしてる中でファーストテイクをやらせてもらったので、そんなに、だってそんな毎日ファーストテイクみたいなことやってたら、うん、多分神経持たないですよね。持たなかったね、本当に壊れるかと思いましたあの時。そうですね、うん、何曲ぐらいレコーディングしたら、12曲とかやったんですか。何曲だ、ね、何曲なんだ、 8曲か、8曲かな、うん、メッセージって覚えてねえって言ってます。うん、全然みんな覚えてないみたい、うん、でも覚えてねえ、10曲ないぐらいです。毎日生きていくのに精一杯です、あのスタッフも覚えてねえって言ってますよ、うん、大変なんですよ。次ですね、 8ですか、8です。この多分時間差はネットで調べやがったと思うんですけどね、うん、本当ですね。それからね、ミカ様、泉です。泉さん、学校をサボってね、で、うん、中島美香イベントとかエキストラに参加していたことがあるんです。ありがとうございます、うん、その時行ってよかったと思うんですけど、うん、美香ちゃん頑張ってね、これただの応援コメントですね、うん、ありがとうございます、叱られたいとかじゃなくて、うん、それからマーク・レスターの恋人、固形石鹸で洗顔した後基礎化粧品を一切使わず髪は自分で切って浮いたお金で飲みに行ってるんですけどもう愉快すぎる、もう愉快すぎる、いいじゃないですか、固形石鹸で洗顔ですからね、うんうん、でその後何にもつけてないんですよ、うん、それで待って、浮くのお金は、それで、いやいや、だって化粧品、飲めるぐらい浮くの、化粧品って結構高いでしょ。あ、女性、うん、お、別に高くないのもあると思いますけどね。でも一切使わなかったら飲みに行けるんですよ。行けるんだ、すごい、うん、それはすごいじゃないですか。ミカ様が新しい、お金の使い道を発見いたしました、なんで基礎警報化粧品使わないと、使わないで飲みに行く、そう、飲みに行く、うん、飲みに行かれるんですかよく。いや最近行ってないですよ。最近行かないですか、うん、今日この後行きましょうね、これで。絶対嫌です。これでお店に入った瞬間、救急車呼びましょうかって言われますかね。言われないです。新宿でこれで歩いてたら絶対トラブルに巻き込まれておっさんですかね。そうなるんですかね、うん、でそれを遠目に見てるってことです。そうですね、あ、それ隠し撮りするならいいですよ。隠し撮りで、なんか囲まれたら、ミカちゃん、言わない、言わない、言わないですね。ミリオンバンブです。僕は山登りが趣味で、口の中に入ったカメムシを飲み込んでしまいました。大丈夫でしょうか。大丈夫なんでしょ、今打ってるってことは。大丈夫なんですかね。よかった、うん、出てきた、わかります、その後、うん、どうなんでしょうね、ね、うんって、ね、うん、ですかね、ですかね。ミカさんもお育ちのところは結構虫とかいたんですか。はい、そうですね、うん。自転車乗ってて、で、あのカブトムシと激突したりとかそういうのないですか。カブトムシはあんま飛ばなくない。弾飛んでますよ。あ、そうか、カブトムシ、うん、まあ、虫激突はよくあります。でも、あの撮影とかで、ええ、この間もそうですけども、虫がこうライトに寄ってくるから、あ、うん、それね、正直
私 何匹か食べたんじゃないかなって言ってたぐらいちょっと大変な事態になってた時ありますよ。ああ、そうですか、うん、意外ですね。虫全然怖がんないのもやっぱりイメージとちょっと違いますよね。やっぱり芯は強いんですよね、うん、そう。でも泣くんですよね。泣きます。泣き虫ですよだいぶ、うん、今どのぐらいのペースで夜泣かれてるんですか。しょっちゅう泣いてますよ。しょっちゅうですか、うん、今度泣いた時お電話いただけませんか。わかりました。どうして。いや、なんか泣いてる感じが知りたいなと。本当、うん、慰めてみようかなと。慰めないよ。仲間じゃないですか。別に慰められるような内容で泣いてるわけでもない時があるからね。わかんないそれ、うん、慰める必要がない内容で泣いてるっていう時もあるからね。そうなの。なんかほら動画見て感動してる時とかもありますから。最近、うん、最近見た映画で感動したのは何ですか。ちょっと覚えてないです。覚えてないんだこの答えが新しいですよ、うん、素晴らしいです。それからですね、ピオ島カオルです。家に着いた途端激しい尿意に襲われて、で、ま、間に合わない時があります、うん、ごめんなさい、うん、そう、ごめんなさいですね。それは仕方ない、ね、うん、それから悪意の塊です。今日で34になりました。叱りながら祝ってください。おめでとうって。なんで間違えちゃった。増えばやるんですね。そうキャラが今おかしくなってる気がするんですよ、うん、ちょっとね。え、うん、今いると竹中直人みたいな笑いながら怒る人みたいになってましたよ。なってたよね。なってました、なってました。うん、そういうキャラじゃないんでしょ私。キャラじゃなくてもう素でお願いします。そうですね、ええ、なかったことにしてください今のは。あ、でも全部これアーカイブに残っちゃう。そうですね、ええ、はい、どうする。ご自分で見てどうですか、このなんかこの並び、うん、妙なセットの中で、うん、いいんじゃないですか、ね、えこれはこれで、ね、これ、はい、自分でこの機械の手で口を取ったりなんかしてこれなんで持ってきちゃったんだろう。わかんないですけど、すごい綺麗ですよ、うん、こうすっごいバッチバチにライティングしてくださってますからね、うん、そうですよ。もう女優ライトってアマゾンで買ったんですよ、うん、あれ持ってるもんも、みんな。そうですね、うん、こういうのをご自宅からやる予定はないんですか。ないです。ないですか、うん、じゃあまたいつか出ていただけますか、近いうち。あ、ぜひ、はい、いやな、今日怒ってなくて結構これご機嫌いい方ですか、うんうん、すっごい楽しんでる方。やったー。なんでですか。いつも会ってる時そうじゃないですか私。いや、そうですけど、なかなか僕みたいにあなたの仲間だと思ってる人間でもなんか中身までは伺い知れないことが多くて今日はどうなのかなっていうのにたまに確かめたくなるんですけど。楽しいです。よかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。もう終わり。いえいえ、とんでもないです。ですね、じゃあ、これん救急こうなんだろう、怒られる、恐ろく 恐ろしくコミショナー私を叱ってください。コミュ障です。コミュ力が低いです、うんうん、大丈夫。コミュニケーションが苦手です。はい、私もです。ですよねここ多分2人何も言ってあげれないじゃないですか。そうですね、僕もこうやって喋ってなんかこうバー言ってますけど、実は心の奥に、はい、大きな金庫の扉みたいな中に入ってますから。そうですね、闇がありまくりますもんね真っ黒ですよ、真っ黒。真っ黒ですよね、うん、なんでなんでしょうね僕たちね。わからないです。楽しそうに笑ってても、なんかやっぱり闇バレてますもんね。バレてます。バレてますよ、うんうん。でもこれはこれでいいじゃないですか、仲間として。うん、そうですね。うん、これ本当に闇のない人と、はい、なんか例えばトークの仕事とかやった時に、うん、感心しますか、それとも辛いと思いますか。人にもよると思いますけど。あんま出会ったことない気がしますよ。本当にいるのかな、そういう人、闇がない人。はあ、分かりません。私も分からないです、うんうん、闇はいろんなところの形になっててますからね。実は裏返しで人柄とは全く違って、うん、本当になんていうんですか、意地悪な本性だったりとか、うん、それからあと意地悪を装っていて、うん、でそれによって自分を守っている臆病者だったりとか、なるほど、うん、それからあとつっけんどんな、なんか冷徹な感じを出しながら、で実はすごく自分が弱くて家に帰ったら泣いちゃう女の人とかいるじゃん、いるじゃん、どっかにここにどっかにいるじゃん、それくるじゃん
これじゃん、はい、指さすなよ。あ、すいません姫、失礼いたしました、お飲みになったりなんかした時は変わるんですか、はい、あのね、お酒、いや変わりますよ、変わります、はい、楽しく、楽しくなる、いや楽しいですよ、うんうん、どのぐらい飲まれます、本気で飲む時は。本気、はい、何で例えればいい、リットルでリットルリットルでお願いいたします。リットル、リットル分かんないな、はい、デシリットルではない、量を飲むタイプですか、それとも濃いのをちびちびいかれるタイプ。量じゃないですか。量いくんですか。量いきますね。ビールですか。いや赤いのです。高いの飲むなおい。いや高くなくていいのよ。そうなの、うん、全然大丈夫。何年ものとかそういうんじゃなくて。あ、違う違う、そんなんだって、うん、もう体内に入るのに、ただ体内に入るんですよねだって体内に入るとき喉に通過していくときの味にみんなお金出すんじゃないですか。何でも美味しいですもん。だから胃袋の底の方に着地したときには別にね、あの高い酒だろうが安い酒だろうが、うん、一緒です。酔っ払っちゃった後はどうなんですか。もうますますどうでもよくなんですかますますって、酔っ払っちゃった後、はい、どうなんだろう。楽しい、まあ、楽しいけど時間長いよ多分私長く飲むんですか。本当に飲み出すと多分長い、本気で飲み出すと、はあ、みっちゃんみっちゃん、俺さ血のりの味がすごいしちゃってさ、なんか か, か, な、まあ、なんかあげてくださいもん、はい、三河姫さんは何か飲むのありますか。あります、あります、あります、ね、いただきます。これチリのワインがうまいって言ってる。チリのワインうまいんですか。知らない。あ、じゃあ詳しくないんですか。知らない、うん、来月ボジョレーはどうだ。ボジョレーもありますよね。じゃあ別に飲んでもいいですか。赤ならいいんですか、はい、うん、赤の方が飲みやすいです。似合いますよね、はい、あ、私あります、ありがとうございます。お持ちです。俺あの空いてるやつあるでしょ、うん、空いてるやつ。名言今日多いわっていうの、中島美香名言の宝庫ですよ。私、うん、なんか言いました。いや、いろいろ言ってますよ。めちゃくちゃ言ってます。やばくないもん、本当に。いや、全然やばくないです。いいですか、うん、思ったよりやばくないですよ。本当？思ったやばいかと思いました。どういう意味？いや、喋んなくなったり、喋んなくなったり、ここを蹴っ飛ばしてひっくり返したりとか、うん、なるほど、うん、やってほしいのそれ。何しようとしてるの。何しようと、被ったりなんか、すごい似合うと思うんですよ。綺麗。ステーキハウスのお姉さんみたいな。怒っちゃった怒っちゃった怒っちゃった怒っ、申し訳ございません、申し訳ございません。もう中姫、中島美香姫面白いんで、もうだからもう姫の新しい魅力をほら見てください、自分でね、20秒前の自分、この怒り方、20秒前の自分を見てどう思いますか。ここでほらどうですか、20秒前の自分見て。いや、ちょっと見たくないもんがありますね、うん、うん、ここに後ろラファエルがいて面白いじゃないですか。ラファエルってなんだYouTube の人ああいう顔した人あ、いるの。いるんですね。そうです。あ、そうなんだ。味取れました。ありがとうございます、はい、もう血まみれですから。これ、これ姫様にやられたんですかね。僕みたいですよ。ボッコボコですあの酔っ払った時の話に戻っていいですか。戻りたい、はい、うん、酔っ払った時はお酒とともに、はい、おつまみはたくさんお召し上がりになるんですか。いや、飲み出したら食べなくなります。あら、多分落としたんでね今ね。大丈夫、はい、あ、そうですか、うん、やっぱりそういうタイプなんですね。何やっぱりって。いやいや、そうなんだ。いや、だからあるんですか、そういう。どうしてそういうスリムな体型をキープできて、はい、僕水飲んでも太っちゃうんですよ。嘘。そう、そういう人間もいるんです。違う違う、太ってる？太ってないでしょ。いや、触ってごらん。うん、いい。いやいや、いい。それはいい、それは本当に。ここから。それは大丈夫だよ。じゃあここは、じゃあずっとツンツンしてごらん、それで。なんで？嫌だよ。なんで嫌だよ。何この飲み屋の会話みたいな。完全に。これ絶対楽しくないでしょ、見てる人。1500人喜んでますよ。本当ですか。55分経過、はい、そんな喋ったんだ。ええ。じゃああともうちょっとしたらね、姫様の前で私が中島美香の歌を一曲歌って終わりにしようと思います。なんで。いやいや、姫様歌唱はちょっと無理なので、はい、私が逆に雪の花を歌おうかな。雪の花なんだあれいい曲ですよね。そうですね、曲はそうですよ。あれ、はい、
いろんないい曲ありますけどね、うん、歌うの緊張するのは何ですか。何で言わせるんですか。いやだって難しいの多いじゃないですか。あのゆっくりしたやつとか逆難しいでしょ。ゆっくりしてるの難しいです。私、うん、何でも難しいですね、うんうん、どれがあの緊張しますか。歌うの雪の花ですよ一番もう歌うのが怖いですよ。あ、そうですか、はい、ライブの時にあの、うん、そういうなんか山場みたいのを前半に持ってくるとか後半に持ってくるとか、うん、もうここで体力的にここももう無理だからこっちにしてみたいなのあるんですか。あ、体力のこと考えたことはないですね。あ、そう、そういう、じゃあ別にあの歌う曲によって順番とかは別にどうでもいい。あは考えてない、うん、なんかどうや何で出てきたら面白いかなとかしか考えてないです面白いというかみんなが予想できないような瀬取りにしようといつも考えてます。はあ、1曲目から雪の花とかあ、でもねそれなんかやった気がしますよ。マジで雪の花1曲目からこれかよっていう、うん、うん、やってますね多分。へえ、うん、なんかそういう人をびっくりさせるの好きですね。人が悪いな、うん、もう美香ちゃんたらなんで楽しんで もらえるかなと思って、うん、いつもねそう瀬戸り考えてるんですけどね、いろんなことは、うん、いやあの今度拝見しに来ますから僕長い間ね21年間一回も来てないじゃないですか。いや最初に見ただけですから。本当ですか、うん、一番最初で来たんですか。いやいやだからベルファーレのイベントです。あれでしょ、あれはライブじゃないじゃないですか、うん、イベントですけどお披露目会じゃないですか。そうですよ、だから人前で初めて歌う時です、うん、そうそうそう、間違ってひっくり返した時ねあれから見てないんでその成長っぷりを拝見したいな。じゃあよろしくお願いします、次のライブは、あん時は本当になってね前も見ましたけどピリピリでしたよ周りが、ま、ん全員でしょ、うんうん、本人も、あだって、うん、何にも知らされてないままメイクされてドーン出されてるんだからね。そうなんですか。あの知らされてないというかここで歌えますよなんですよっていう、うん、だってこの間まで素人だったんですよその時はね、うんうん、何の説明もないと意味わかんないじゃないですか。だって今日もそうじゃないですか、まあ、そうです何の説明もなく今日ここに来てなんでそういう人ばっかりなんだろう周りなんでしょうね、うん、あのそれが仲間と称して、うん、よあの寄ってくるんでしょうね。そうなんですかね、うん、やっちゃやまあ出したらやっちゃいそうに見られちゃうんですかね。まあそれなんとなくやってくれそうな感じがしますよ、うん、っていうふうに今日もだって来たら髪の毛ぐるぐるで可愛い格好してるし、うん、ああやってきてるなーって なんだったら血のりもつけていいよってさっき言ってたじゃないですか。そうそうそう血のりはだって普通だもんメイクは自分でいつもやられるんですよね、うん、やる時多いですね。ねえ、うん、うん、それであのハロウィンのメイクとかは自分でやるんですか。あハロウィンのメイク昔やったことはありますけどちょっと大変すぎてやってないです、最近は。来年のハロウィンは僕、うん、あの差し歯用意してきますからここに出しますかこう長いの。なんでなんでって言うもんなんでそれ勉強になるその受け声だ勉強になるあそうなんですか、うんなんでって俺の中にはなかったのかな、うんうん、すごいですねその話術本当ですか、うん、酔っ払った時にずっとそうやって喋ってるんですか。いやずっと喋あでも喋ってますよ。喋ってますよね、うん、意外に饒舌ですよね。うん喋れます。そうなんですよ、うんうん、相手が聞き役になるんですか。じゃあその時なってくれると思います。申し訳ない。いや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 、うん、そういうのもお酒飲んで配信しません。今度嫌です。そのはっきりしたところはいつぐらいからはっきりされてるんです。あ気づかない頃からです皆さん勉強になりますね。こういう受け答え、それから自分の何かポリシーを貫くというか、あ自分を曲げないというこういうことを今日はね三日姫から習っておりますけれども、地獄にね、帰る時間は、まあ、もうちょっとあと10分15分ぐらいでお帰りになることになると思うんですけれども、はい、今日どうですか皆さん怒られてまだ怒られ足りない人いますか。ちょっと待ってください。怒られ足りない人いたら最後せっかく来ていただいてるんでまだありましたね、うん、ね怒られること、いやちょっと待って どこにこれだ見失ってるもん。見失っちゃってる、うん、ん
普段は甘いものスイーツは食べますか？プリティ1231、普通の質問ですね。うん、食べないです。食べないです。そういうファンからそういうなんかこうせっかく可愛らしい質問来たのに食べないですって終わっちゃうところはファンは喜んでるんでしょうね。でファンの方知ってますもん、私が甘いの食べれないの。あんたは本当のファンじゃねえなぐらいな。あ、違う違う、そういうすっげえ嫌な言い方する。私わざと聞いてんでしょ多分その人。違う、あ、そうでもなかったか。そういうことか。うん、分かんない分かんない。そういうことか。うん、じゃあこれ、ミカ様が今日一番笑ったやつ、右手にコーラ、普通に仕事に行って2日間めんどくさくてお風呂に入ってないです、うんうん、あ、2回目の反応は違う。2回目反応違いますね。なんかあったっけそれ。ありましたよ、さっき言いましたよ同じこと。えい、クマちゃんちゃんこ、ヘルニアなのか腰痛があります。お医者さんに散歩しろと言われましたが、ついつい楽をしようと思って車に乗ってしまいます。怠けたこの私を、叱ってください。美川姫は腰痛とか、はい、そういうなんか肩こりとかありますか？あります、ありますよ。ありますよね。ありますよ、ありますよ。体曲がってるかもしれませんね、背骨とか。あ、曲がってた曲がってた、はい、首も。首もですか？うん、今直してるちょうど。どうやって直すんですか？引っ張ったりしてるんですか？そうそうそう。ニコ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 ーって直してます。なんかすごい頭の中で想像するとおもろし面白いですね。そう、もう言いなりですよ、ああいう時はね。ちょっと待ってください、僕のあの、そう、メガネおかしくなってきてる。メガネに血のりがついていてそう、なんか見えてんのかなと思いながらちょっと喋ってたんですけど、だから美香様が真っ赤に見えるんですよ。ですよね、きっとちょうどいいとこに、うん、目の玉のところにね。すっごいね、いいですよ、このままでいいですよ、血のりのままで、はい、この後あのご飯食べに飯を一緒に。嫌です嫌です。いいですいいです、うん、せっかくだから。それからせっかくティッシュ持ってきてくれたのに断ってるし、はい、はあ、ティッシュください。姫に怒られまして、はい、せっかく持ってきていただいたのに。何にも読めないでしょだって、はい、まあ、読めますね。大丈夫ですね、はいはい、ちょっと待ってくださいね。血のり、いや、伸ばしたらもう他が全部見えなくなっちゃったんですけど。これは逆にね、どういう、あ、そういうやり方、事故に、もう全部血のりの、いいよ、いくらでも待ちますよ。もう、 うわ、見にくい。目にくそベッドに、もういいです、それもうほとんど何も見えダメですね。鼻噛んだらもう真っ赤だし ね、今日何があった今日本当にこれ。クイクイ、やこれをあの僕これ近所でね、後であの美香さんもありがとうございましたってこうやって、うん、で、 あ、 で、うん、で出てって、それで皆さんね、あのうちの近所の人が、うん、何だろうって、うんうん、僕のうちはちょっとこの界隈で祐天寺のアダムスファミリーってあだ名になって出てこないでくださいね、いいですか。嫌です。ダメですか、はい、僕このまま美香さんの家まで行って、それでお家の前で降ろしてもらってありがとうございましたっていうことですか。やめてください、近所迷惑です。はい、こっから出られないのか。ステップアルファです。父親の日差しに金貨があったので勝手に売り飛ばしたんですが。あら、車に金貨、いや引き出し、引き出し、はい、あなた話聞いてないんですか。ちゃんと聞いてた聞いてた、うん、引き出しに聞いてたって、その薄いそのさ、聞いてねえのにさ、うん、そこも素晴らしいですね。うん、勉強になりました。金貨を売り飛ばしました。ええ、どうですか。はい、いや、はい、じゃなくて、もう完全に飽きてきましたね。いやいやいや、そんなこと言わないで、もうちょっと5時間ぐらいやりたいところなんですけど。いや、それ休憩挟めるんですか。休憩、うん、あの女優ですもんね、控室ないんでここになっちゃうんですけど。あ、休憩いいですよ、じゃあ休憩です。そうですか、うん、カメラ下に向けてね、うんうんうん、それで声が途中で聞こえて、西澤さんもういい加減して、私帰りたいんだけど。声が聞こえてガチャンガチャンガチャン、すいません中島さん、すいません。マネージャーの人が、あ、ニカさんやめてやめて、歌うんなガチャンガチャン。そっちの方がみんな見たくなっちゃうんじゃないですか多分。それでそのままこうカメラがついたら、俺がこの顔で、ニカ様お帰りになりましたっていう。だってさっきさ、多分さ、一番最初、はい、来ないってやつ信じてた人結構多かったですよね。そうですね、すみません、あ、そんなキャラなんだと思いながら ね、いやいや、普通にみんな美香さん来ないんだろうなと。そうそう、全然いいんですよ、うん、
そこのところはでも自分で、うん、今まで芸能界やってきて、うん、でイメージ戦略成功したなと思いません？どういうこと？イメージ戦略って何？遅れてくる戦略？いや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 、だとりあえず自分のイメージってどんなだと思います？それが分かんないんですよ。分かんないですか？なんかよく言われることは、はい、もう一貫してるのは分かってますけど。どんなことですか？クールとかね。そうですね、ま、温度が低いとか、そう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 とか、うん、怖そうとか、うん、笑わなそうとか、ずっとそんな、うん、ずっとでもそんな感じですね。そうですよね。どんだけ笑ってもどんだけ笑っても本当に笑ってるっしょ。だって笑ってます、笑ってますよね。笑ってますよ、もちろん笑ってる、うん、どんだけ心の底がわっはっはですよ。そうそうそう、うん、鼻かゆい、うん、ごめん、かゆかった。鼻かゆいです。そういうところがかわいいですよ、うん、それなのに世の中分かってくれないっていうことの中で、うんうん、まあでも自分は自分だからっていう、その割り切りがあなたの場合はっきりしてますもんね。うん、もうね、受け入れて流すしかないですね。はあ、え、最初嫌だったんですか？私そんな嫌っていうか不思議だった、不思議でした。なんでそう思われてんだろうって、うんうん、いくつでしたっけデビューしたの？18です。18じゃね、うん、18じゃ、まだ世の中のことあんま分かんないですもんね。分かんないですよ、うん、全く、うんうん、だってそれまでバイトでお金稼いだって、せいぜい3万とか5万とか。まあでもそうですね。でしょ、うん、うん、いきなりミリオンセラーですよね、うん、顔に出ちゃったすごい苦笑いしちゃったおもれー、なんでこんなに、なんかこう、本当もうやばいな、もう心の底がすぐに見えちゃうんだろうか。面白いね、あんた。お酒飲まないとこんだけ出ちゃうと、お酒飲むと本当出るね、きっと。きっとダダ漏れでしょう、ね、ダダ漏れなんですね、うん、今度ちょっと飲み連れてってくださいよ。行きましょうか、僕は飲みに行く場所知らない。だって飲まないじゃないですか。飲めないんで、うん、飲めないんで、僕はポッキー食べてますから本当ですか、うん、ずっと聞いてなきゃいけないですよ、じゃあ。そうなんですか、うん、多分、話題どんなことですか？いや、覚えてない、覚えてない、酔ってる時の話題は酔ってる時の話題は覚えてたくないこともあるしね、きっと。ああ、え、そんな愚痴とかも出ちゃうんですか？愚痴は出ますよ。愚痴は出ますって出る出る。ああ、うん、それで何ですか、いきなり泣いちゃったりもするんですか？あ、でも泣くこともあります。うわ、めんどくさ、うわ、めんどくさっていうか怖っつうか。そんな時にマネージャーとか呼び出すと、出ないふりして、いないふりして出ないとか。違う、呼んだことがない。はあ、でも2回ぐらい飲んだことあるか。はあ、うん、あ、マネージャーだね、うん、マネージャーさん。いや、だから友達と飲んでて、うん、それで大変なことになって、ミカちゃんが大変なんですって、もう酔っ払っちゃって、荒れちゃって、もう大変なんですみたいなことないでしょ、だって。多分ない、うん、お酒強いんですもんね。強いはず。もう昔飲めなかったのに。そうなの？うん、いつぐらいから？何が起きたんだろう。何が起きた、いろんなこと起きてますからね。そうですね、うん、でもすっごここまで飲むようになったのは30半ば前ぐらいからかな。ここまで飲むっていうからにはそんなに、うん、ほら書かれてる、泣き出すのは確かに面倒くさい。面倒くさいでしょ、わかります自分でもそう思うもんでもね、結構共感して泣いてるだけなんだけどね、自分のことでは泣いてない。あ、そうなの、うん、人のもらっちゃうの？もらっちゃうんですよ。映画とかからももらっちゃうの？もらいがちです。へー、うん、映画最近見て泣いたのなんですか？さっき聞いたよね、それ私にいやいや、覚えてないって言ったよ。覚えてねえって。覚えてない、うんうん、最近見た映画は何ですかって聞いたんです。そう、泣いた映画は何ですかって言ったんです。そう、絶対泣いた映画って言ったよね。アーカイブ見ましょう、うんうん、今ちょっと軽く揉めております、ね、素晴らしいですね。もう美香様ありがとうございます。だいたいまあいいお時間だと思うんですけど、こういう配信どうです、またやっていただけます？まあ、ちょっと考えますね残念ながらちょっと近いことが分かっちゃったんでね。何がですか？家が、ね、うん、だっていきなり配信見かけたら来るって言ってたじゃないですか。来れる距離ですからね、うん、でもピンポンして開けない、あ、
ってこともあるんでしょ。だっていやいや、もう中島が、あの中島姫様がね、あの今から行くぞって言ったら、うん、そしたらもうすぐここのとこ赤い絨毯引いて待ってますよ。あと血まみれメイクして。本当ですか、うん、今回と一緒じゃないですかそれ。いやもう常に中島さんはこの状態で出てもらう。夏でとかでも、もういつハロウィンじゃなくても、あいつでも、いやだから爽やかな、夏だったらお盆にしてで お墓にするとか。やっぱりそっち関係になるんですか。温度低い方がいいでしょうね。ビーチとかいいじゃないですか、たまに。え、あ、用意したのよ。あのちょっと待って、ちょっと待って。何ちょっと待って、あのね、膜。あ、膜。ちょっと待って、あれどこ行っちゃったっけな。これ取り残していく普通。いっぱいね、あっちの部屋。あれどうしたっけな、あれ取り残していきます。いっぱい、見つかんなかったのでね。見つかんなかったんだ取り残されてそう、ね、また、あ、今いなくなりましたね。画面の方だと遅れてるから、これ配信の遅れてるんです、うん、みたいですね、うん、いや本当にどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました、皆さんもご満足いただけましたでしょうか。中島はミカをもっと見たいと、中島はミカのコメントが聞きたいと、中島はミカについていろいろ知りたいと、中島はミカの CD を買うぞという方はアマゾンでぜひともお買い求めくださいそうですね、アマゾンで、はい、今日はどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。私もミカ姫様に来ていただいて幸せでございます。いや本当かなと思って。いや本当ですよ。本当ですか。本当ですよ。お役に立てましたか。もちろんです。あ、よかったです。こんだけいろんな話を中島美嘉から聞けるという。これ聞けた話。いや聞けてなかったですか。いや分かんないです。いや僕がステーキ屋の店員にでもなりましょうか。そうですね、はい、じゃあありがとうございました。ありがとう。ヒーハー失礼いたします。お疲れ様でした。